んにちは、辻元舞です。やばくないこの格好、パンパンでしょ今日。どうしたの？昨日寝る前にさ、パン食べたの、12時ぐらい。どうしてもお腹空いて。珍しいね。絶対明日朝顔パンパンやろうなと思ってさ、グミ取りの動画を撮ろうと思いました。パンを食べた時に思いついたとき。そう。何味のパン食べてる？米粉パン。何それね。しかもね、米粉パンとメロンパン食べたの、2つ食べたの、夜中の12時に。そう。やば。晩ご飯はさ、野菜ばっかりだったじゃん昨日。お米食べてなかったの、うん、でその時はさ、すっごいお腹いっぱいだと思ってさ、で昨日夜作業してたじゃん、結構遅くまで、うん、そしたらもうどうしてもお腹空いちゃって、うん、パンをね、食べちゃった。だから今日はちょっとむくんでるんだけど、普段さ、撮影の時むくんでるなと思ったらやってることを今日はご紹介しようと思います。 I just in love with the idea of you cause I cross a million seas would you do that for me。 むくみなんて取れるの？やるとやっぱりすっきりしたなと思うから、うん、10分ぐらいなんだよね、いつもやってるマッサージとかで、うん、すっごい時間があったら半身浴したりとかサウナ行ったりとか運動したりとかやったら取れるけど、朝さもう全然時間ないけどとにかくこのむくみをどうにかしたいって時あるじゃん、うんうんうん、そういう時にやってることを実践します。測ってみる？片方だけ10分やってみよっか。じゃあ分かりやすいように、うん、オープニングでこの顔みんなびっくりしちゃうかな。似顔よりはマシだと思うよ。似顔をさ晒すのやめてくれる？ちょいちょい寝顔をさ、結構しかもひどいものをアップするよね。そう？目がめっちゃ重いもん。じゃあ10分。10分って結構長い。5分にしよっか。いつもなんかながらっつの移動の間にとかさ、うん、やってるからだいたい多分10分ぐらいなんだけど、朝本当にメイクする前とかにささっとやりたいってなったらさ、5分ぐらいだよね。5分でどこまでいけるかやってみよう。よーどん。はい、まず耳を回す。これをね、2分ぐらいやるかな。顔むくみに効くの？そう、効くの。耳こうやって引っ張ったりとかさ。ちょっと耳触って2分経って、あと3分しかないよ。大丈夫？大丈夫でしょ。本当？多分。やって、じゃあ1分半ぐらいする？約半分ぐらい耳に使う。でも本当に耳をさ、こうやってさ、ぐるぐる回したりとか揉んだりしてるだけで結構顔がポカポカしてこない？耳っていうよりこの耳の周りをなんていうほぐすって感じ。耳をガッてこうガッて掴んでこう大きく回したりとか、うん、反対回しとか。もう1分経っちゃったよ、うん、これを結構ねやると目がすっきりしたりするね。これをじゃあ1分半しよう。はい、そしたらはこういうクリームをつけて、何でもいいんだけどクリームをつけて、あんまり顔は本当は触りたくないけど即効性を出したいから今日はちょっと触る。外側に耳のここに流していくイメージ。あんまり強くやると赤くなっちゃうから撫でるぐらい。1分ぐらいでいいかな。ここに流す。耳の前に全部流す。そしたらこの流したやつをここに下ろしてくる。首、うん、何が落ちてるのそれ？老廃物っていうの、うん、なんか滞ってるものをさ、とにかく流すの。血の巡りが良くなるんだ。そう、ここ通ってここに流す。ここに、最後ここに持ってくる。だいぶでもポカポカしてきてるよ。あとこことかなんかグリグリやると気持ちいい。あと1分半。あと1分半でしょ、うん、ここね。あとここ流したら次鎖骨、ここをクリクリする。鎖骨のこの上のところクリ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 する。あとこの挟むようにここの
下とかもグリグリ。全然変わってなかったらどうしよう。あと10秒だって。9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。早い、5分あっという間。でもすごいポカポカしてるよ。どう？あ、上がってるかもね。こっちだけ上がってる、うん、目はさ、こっちの方がめっちゃすっきりしてる。まばたきするたびに目の位置が上にあるような気がする。本当？ちょっと比べてみるとね、分かりやすいかもしれんね。5分でだいたいこれぐらいすっきりするから、10分とかやればもっとねすっきりするし、今半分しかやってないけど。あとトマトジュース飲んだりとか、人参ジュース飲んだりする。むくんでる時利尿作用で結構ね、排出すると水分もね良くなるから、こういうことをやってます。待って、もう片方もやっとこう。塩分取らないのが一番いいんでしょ。そうだね。よしさんがさ、ギャップの撮影の前にやったやつあるじゃん、あ、なくなっちゃった。これ使ってるやつはエレクトーレの IP バウンシージェルバームです。2日前ぐらいから塩分抜くとね、全然違う。勝負がある日ね。辛いけどね。辛いよね、塩分ってさ、美味しいよね。両方やるって考えたら5分じゃダメじゃん。そうだから、本当はね、こうやっていつも両手でやってんの。ああ、そうなんだ。そう、この後メイク動画撮りたいから、むくみをなんとかしておきたい。ヨスさんってむくまないよね、なんでなんだろうね。顔の構造かな。むくみって何って思った。いいわね。けど一回やばい時あったよね。ハゲ薬飲んでる時ね。ハゲ薬って言っていいのかな。最近薄毛が心配になってきたから飲み薬飲み始めたんだよね。そしたら顔がパンパンにむくんじゃってね。副作用だよね。1週間以上ひどかったよね、顔ね。治らなくてね、なんか最初そういう副作用があるっていうのは出る人はね、普通にみんな出るっぽいんだけど、ちょっとあまりにも長くてね、やめたね。そう、絶対ハゲた方がいいじゃんって言ってきたもん。そんなにむくんだ状態で髪が生えてもかっこよくないんじゃないって。ハゲないよって言ってね、体質にね、合わないがあるんだよね、きっとね。もっと時間がある時とかは、眉毛とかねやると目がすっごいスッキリするよ。眉毛の上をこう人差し指のここでこうやってやる。眉毛ってめっちゃ痛いんだよ、凝ってて。これをここに流す。やってみて。やってあげようか。いや大丈夫です。しやし、いやいやいや、しやし、眉毛めっちゃ痛いから。痛い、眉毛めっちゃ痛い。だいぶスッキリした気がする。最重量ね、無事になったんじゃないかしら。変わってねえよってコメント来たらどうしよう。したら謝ろ、全力で。こういう美顔器とか使っても結構速攻性があったりするけど、今日は手でやってみました。じゃあ次はメイク動画、ここから、ね、そう、メイク動画が撮れるぐらいにはスッキリしたかな。はい、じゃあ皆さんもむくんでるなって時は試してみてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。